2015年4大陸フィギュアスケート選手権は2015年に韓国で開催されたフィギュアスケートの国際競技会。国際スケート連盟によるアフリカ、アジア、アメリカ、オセアニアの4大陸の各国選手を対象とした選手権大会である。2014から2015年シーズン開催の4大陸フィギュアスケート選手権。シニアクラスの男女シングル、ペア、 アイスダンス種目が2015年2月9日から15日までソウル特別市の木ンアリーナで開催された。韓国での開催は2010年大会以来5年ぶりである。男子シングルではデニステンが初優勝。カザフスタンの選手が4大陸選手権でメダルを獲得するのは初めてであり、ISU チャンピオンシップスでの金メダルも初めてのことである。 男子日本選手団は全員入賞は果たすものの、2008年以降維持してた男子日本の連続表彰台記録が途絶えた。女子シングルではポリーナ・エドモンズが初出場で優勝。初出場での優勝は2009年大会の近県、地後以来である。宮原里子は2年連続の準優勝、本郷理香は初出場で3位につけた。ペアではメーガン・デュハメル。 エリック・ラドフォード組が2年ぶり2度目の優勝。法政、東権組は史上最多9個目のメダルを獲得した。アイスダンスでは、ケイトリン、ウィーバー、アンドリュー・ポジェ組が5年ぶり2度目の優勝。国際スケート連盟に加盟するヨーロッパ州を除く各国のフィギュアスケート統括団体に対し、種目ごとに最大3枠までの出場枠が与えられた。 出場のために最低技術点が設定されており、当該シーズンと前シーズンの国際スケート連盟の主催する大会で、ショートプログラムとフリースケーティングの両方でクリアしていなければ出場ができない。男子シングル女子、シングルペアアイスダンス各競技の上位成績者には以下の賞金が与えられる。また、エキシビション出演者には以下の賞金が与えられる。ありがとうございます。